ちょっとね、今指の置き方に迷っちゃった。このね、ちっちゃいスマホの中でなんか、指がクロス、あ、すごい。あ、かっこいいね。あ、すごいね、こんな曲あるんだ。おぉ、かっこいいね。はい、どうも皆さん、こんにちは。チャオリンゴと言います。いつもはね、任天堂スイッチで遊べるダウンロードソフトとかをほぼ日で実況しているんですが、今回はね、スマホゲームの実況となります。タイトルはね、ラノタという音ゲーになります。よろしくお願いいたします。でですね、パート2の最初のね、ちょっと言っとくと、まあ、今回スマホゲーを実況しているのはね、このラノタなんですが、2018年の6月に任天堂スイッチ版の発売が決定しておりまして、うん、その感じもあって、ちょっと今回ね、スマホ版をやってみようかなと思った次第です。じゃあちょっとね、よろしくお願いします。今回はね、チャプター1から、前回の終わりね、ちょっとやるかわかんないって言ったんですけど、まあ普通に面白いんでパート2やってみようかなって感じです。じゃあ行きましょう、どんどん。お、なんか、これは日本語ボーカルですね。こういう曲もあるんだ。すごいな。なるほど。じゃあどんどん行ってみましょうか。難易度どうしようかな。さすがに1よりはここら辺にしてみるか。ちょっと僕の音ゲーの腕は前回もちょっと言ったんですけど波なんですが、うん、ちょっと触ってみようか、さすがに。おー、なるほど、こういうモードもあるんだ。どうしようか。じゃあやってみますか。この浄化モードというか、こっちでやっていきましょう。お、何これ。これはモードセレクトか。あ、そうだよね、モードセレクトか。うん、じゃあやっていきましょうか。これはミスが重なるとゲームオーバーになるモードです。とりあえずやってみよう。じゃあ難易度も多分、いつもよりは難しいとか、前回よりは難しいはずだから、あれ、どこにあんの？めっちゃ上じゃない？大丈夫これ？あ、降りてきた。で、まあ、今日から見た人も含めてちょっと説明しておくと、盤面はね、この円形状なんですよ。で、盤面もちょっと、盤面って言い方が正しいのかちょっとわかんないんだけど、このね、エリアもちょっと動くというか、そんな感じで。結構ガーッと動きますね、動く時はね。まあ、それこそ僕は音ゲーに岩とかだから、ちょっと詳しい人に言ったら怒られちゃうかなって感じなんですけど、まあ、それこそね、ちょっと触っただけなんですけど、サウンドボルテックスとかのなんかグワーンって回転するような、そういう演出も時たまあったりとかで、なかなか驚かされますね、はい。それこそね、丸っこい円形のね、音ゲーということで、最初はね、なんか、ちょっとリニューアル前の東京セブンスシスターズみたいなもんかなと思ったんですが、かなりアクティブに動きますね。うわぁ、ちょっと待って。さあ、というわけで、上も気にして、うわぁ、すごいね。よし。まあ落ち着いてできるかな、ここら辺は。お、結構ね、こう回ってるんで、一瞬ね、どこに脳作るか分かんなかったりするんですが、まあ、まだまだここら辺は大丈夫か。いいですね。ちょっとこれわかんないな。 OK、 はあ、乗り切ったかな。とりあえず勝てたかな。僕いつもランク B ですね。これはちょっと上手くなりたい。うん。お、赤いカディスですね。はい。ちょっとね、 FGO 的には AP 回復しそうですけど、まあ違うアイテムですね。はい。さて、あれはリンゴだと。うん、なるほどね。あ、それ僕チャオリンゴって言いますね。まあ別にあれは果実のリンゴじゃなくて、リンゴスターのリンゴから取ったんで、
厳密に言うとちょっと違うんですけど、あのね、僕あんまり実況中につけたはいいけど自分の名前を言わないんで、たまに忘れるんですね。まあ、別にね、僕の名前なんて忘れていただいて大丈夫なんで、今回はね、このラノータを覚えていただければきっとね、一番いいんじゃないかなって思いながら。うん、そっか、リンゴもこの世界からはなくなっていたことがあるんだね。さて、終わりました。次行きましょうか。今日はどんどん楽曲やってっか。こんな感じで世界の色を取り戻していくストーリーでしょうか。あ、なんかめっちゃいい曲だこれ。僕好きかもしれない。はいはいはい、うんうん、なるほど。これは花畑らしいですね。まあ難易度どうしようかな。まあ5でまあなんとなくいったんで、じゃあちょっと高めの難易度なんだけど、ちょっとミスも怖くなってきたんで、うん、ここは少しそのゲームオーバーがない楽曲を楽しめるモードにしておいて、ちょっと7ってどれぐらいかっていうのを楽しんでみましょうか。じゃあスタートで。これ本当に僕の話になるんですけど、僕ね、スマホ未だにちょっとね、あまりこだわりがないんで、僕はスマホの端末に。未だにね、iPhone5S というね、化石みたいなものを使ってるんですけど、それでも普通にできるね。こういうのはね、結構ありがたかったりするんですよ、僕。いや、機会があったら変えようと思ってるんだけどな。問題なのはね、5S で普通にいろいろと、大体のソフトが動いちゃうからなんだよな。お、かっこいいね。ちょっとうまく押せてないですね、僕ね。あ、ノーツの順番が分からなくなった。腕、奥だ、すごいな。おお、すごいね。おお、本領発揮してきましたね。あ、難しいな、これ方向が分かんねえ。あ、すごい。まあ、ちょっと楽しみながらいければいいかなと思いながらね。うんうん、おお、すごいね。お、回った。あ、ここ好きですね、僕。はい、あー、ミスしたな。うん、回りますね。終わりかな。お、ふう、あ、なんかスコアすごい数字になってる。今めっちゃゾロ目でしたよね。すごいスコアだな。うん、とりあえずクリアです。うーん、これはどうかな。よし、ああ、こういう花畑だったんだ。めっちゃ青いですね。はい。小さな雨が降り出した。うん。忘れなぐさか。
当にね、絵本のように話が進んでいきますね。はい。なんだろう、あれ。じゃあ、タッチしていきますか。うん、花畑の真ん中を通る、小さな道を歩いていくと、目の前には広い草原が見えた。そこには見たことない巨大な鳥の巣があった。おー。オッケー、じゃあ、難易度はこれぐらいにして進みましょうか。じゃあ、今日はちょっとゲームオーバーになっちゃうモードでいきますか。ちなみに僕全然オプションとかいじってないんで、ここら辺はね、もし買う機会とかやる機会があったら、ちょっとやってみてください。まあ今のところ何もいじらなくても僕は今のところ大丈夫です。まあ、これがね、ちょっと難易度上がってきたりしたらまた話は別かなとは思うんですが。さあ、どんな曲でしょうね、今回。あ、失敗した。ちょっとうまくいかなかったな、ここ。ちょっと大丈夫かな。ちょっとミス多かったですね。上ですね。下か。ましたね。よし。したっと。あ、普通に失敗したな。ちょっとまた雰囲気変わってきましたね。あ、すごい。どんどんなんかちっちゃくなってる。あ、こっち来てますね。ちょっとボロボロだな。このちょっとテンポ感というかリズム感、若干僕苦手かもしれないですね。そのね、難易度的にね。曲はとても好きなんだけどね。なんか苦手っていうと曲が好みみたいになっちゃうから難しいんですが。ちょっとこういう曲調のね、テンポの中でリズム取っていくのがまだまだ僕苦手だなと思います。これはさ、話しちゃダメかな？あ、まあ、いけるか。終わりかな？よし、なんとか乗り切りましたね。よし。あ、未知の卵ですね、はい。話はどんな感じなんだろう。おお。じっくりと観察したと。カバンに入れたんだ。おお、よく入ったね。フィシカは好奇心旺盛なんですね。はい。てな感じでね、ストーリーはまた進んでいきますね。じゃあ行きましょうか。ここもね、どんどんね。難易度はいかほど6ですね、ここは湖だしですね。はい。じゃあ普通に行こうか。今回はこの難易度で、じゃあこれでいいか。
じゃあ続けてどんどんちょっとやっていきましょう。お、ちょっと水の音がしますね。聞い取られたかな。おお。お、すごいな。あ。ああ、これすごいね。あ、わからなかった。うん。ちょっとね、画面の見方がすごい。いや、これちょっとミスたたるな。大丈夫かな。ちょっと微妙にしか変わってるね。すごい。うん。さ、ちょっとここからね、落ち着いていきたいですね。よし。あ、あ、揺れた。すごい。面白いですね。水の表現というか、今一瞬なんか画面がグラッとした。あ、失敗した。さあどうなる。すごいな、ちょっと円が遠い。これで終わりかな。めっちゃすごいな、回るな。おお、ちょっとスケール大きかったですね、このステージ。こうやってね、円盤のなんか前景が見えたりとね、半分だったりとかね、そういう全体の大きさ変わるのは面白いですよね。よし、ここも終わりだね。うんうん、なるほど、セレナーデを歌い始めたと。二人の旅はね、続いていきますね。はい。なるほど、次はここか。行きますか。お、お、すごいね。なんか上がる曲ですね。はい。こういう楽曲もあるんだ。これは警告ですね。はい。よし、じゃあ行きましょうか。楽曲は7。うん。じゃあね、7、ちょっとまあレベル7にして。まあこれぐらい楽しんできますか、このね、モードで。僕はな、普通くらいの難易度だったらどの音ゲーも大体はできるようになるんだけど、それ以降が進めない人間なんですよね、なんか。多分そこを打ち破るのはね、ちょっと、おお、すげえ、練習あるのみなんだと思うんですが。かっこいいね。あ、指どうやって置いていいんだよ、これ。ちょっとね、今指の置き方に迷っちゃった。このね、ちっちゃいスマホの中でなんか指がクロス。あ、すごい。あ、かっこいいね。あ、すごいね、こんな曲あるんだ。おお、かっこいいね。
あ、すごっ。わーすごいね。いやこれはミスで落ちないか心配だな。お、一瞬ちょっと画面ずれたな。あ、このステージ超楽しいですね。おお。さ、ちょっと休憩時間みたいなのかな。こういうところのリズム結構取るの難しいんだよね。うわすごっ。これは熱いですね、このファックね。さあどうなる。おお、失敗した最高決めれないの格好悪いよね、こういう曲ね。おーでもすごいやん、こんな曲あるんだ。うんうん、あ、なんとかクリアできたかな。うん、結構僕も苦労しました。さてさて、まだまだ続いていきますね。ちょっとやりましょうか。お、すごい。いい曲ですね。じゃあ、いきますか。じゃあ、スタートで。面白いですね。こういう日本語ボーカルの曲があるのはね、なんか親しみやすくていい。確かね、これごめんなさい、間違ったら説明欄とかを見てほしいんですが、台湾だったかな、このゲームメーカーは。うん。お、来たね。それこそね、台湾なんていうと、この僕のショートショートだよね、ちょっとね、僕震え上がりながらやったんですが、あのね、変更っていうホラーゲームと同じなんですけど、すごいね。いろいろありますね、最近はね。おーっと、ちょっと待って、さすがに死んだな、これ。あ、あー、やっちゃった。やられましたね。ちょっとね、難しかったね。難易度的にはいけるかなと思ったんですが。よし、じゃあこういう時はね、ちょっと迷わずこのモードを使っていきましょうか。まあ、こういうモードあるのはとてもありがたいかな。その楽曲の序盤はまあ、その慣れていくことはできるんだけど、ね、序盤、楽曲の最後の方をね、ちょっと練習したいなと思う時があるから、これならまあ、気概なく練習できるのかなと思いながら。さあ、気合は入れていきましょうね。右をホールドしながら、あっと、いい曲だな。あ、ダメ、右外した。難しいね、これ。いやー、むずいわ。何が何だか分かんなくなっちゃう。ここですね。あ、これめっちゃいい曲だな。難しいからなんかちょっと歌詞とか読んでる時間がないんだけど。おー、すごい。譜面も面白いですね。
すごいな。よし、おこおこおこ。あ、すごい。めっちゃ回るな。よし。回転しましたね。あ、わかんないな、これどこに指を置いていいんだ。おー、これワイン、わかんねえ。指でね、ノーツ見えなくなるんだよね、たまにね。そこら辺は研究ですね。おー、すごいね。お、なになになに、うわ、すごっ。あー、すごいな。僕ね、ごめんね、ちょっともうここら辺ね、どうやって打ってるかわかんない。あ、ちょっと見えた。おー、回転、あ、回転してるね。あー、さすがにね、何やってるか分かんなくなっちゃった。これで終わりかな。おー、回るね。おー、難しい。難しいけど面白いですね。演出がすごい。よし、OK。まあ、とりあえずこうやって、まあ、モードがあるんで、難しくてもクリアはできます。というか、まあ、その、クリアはできますというか、楽曲を最後まで楽しむことはできますね。うん。工場だったみたいですね、ここね。こういうね、ストーリー流れてる時の SE の使い方かな。結構ちっちゃい音でいろんな音が流れてるんですよね。そういうのが面白い。レコードかな。お。レコードですね、はい。なるほど、リズモちゃん、リズモさんか、うん、リズモくんか、うん、カバンの中にしまったと。やはりね、まだ世界はモノクロに包まれてみたいですね、はい。二人の冒険は進んでいくと。OK、次のステージも出てきました。じゃあね、今回はこれで一旦終わりにしようかなと思います。ちょっとね、動画時間的にね。うん。というわけでね、前回のプロローグ第1回について、今回は結構チャプター1やってきましたけど、やはりね、音ゲー部分のすごい演出も面白いし、ストーリーもね、ちょっと気になっちゃう感じもあるんで、とてもやっぱいいゲームかなと思います。というわけで、まあ、前回と同じくこれ撮ってる時はまだスイッチ版も配信されてないんですが、まあ、スマホ版でもスイッチ版でもね、ちょっと自分の環境に合ったものをね、よかったら調べてみたりしてください。値段とかもちょっと違うのでね。うん。
じゃあそんな感じでラノタ2回目お届けしました。よかったらね、他のゲームも見ていただければと思います。よろしくお願いいたします。じゃあね、今回はこれで終わりにしましょう。お疲れ様でした。失礼します。